います。今日という今日は答えてもらうで、まだアップしてないからな。はい、もう動画撮らないでくださいよ。いやいや、古谷さん、西王子がわざわざ来られてんだから、東岸和田までね。動画撮らないでください。なんで撮ったらあかんの？それやったら自分とこも参政党というね、そうアカウントも全部消して、ネットのこういうのやめたらいいじゃないですか。動画は撮らないで。警察呼んだらええよ。これ著作権侵害でやってもらうか。竹ちゃん呼んでくれたらええ。動画は撮らないでください。竹田大先生を早く呼んでくださいよ。動画は撮らないでください。いつになったら参政党のですね、そういう、インチキなやり方を説明できるのかということです。まあ、一応ここ、ここ JR の土地が切る、はい、敷地外になりましたので、また撮りますけど、古い屋敷の屋って書いて、英語の A に2じゃないの、あんた漢字は。なんでそれはこれ書かないの？これ、参政党って、N 国なんかに言われても、とんずらしてんだけど、公人として出てきてんだから、説明しないとダメですよ。岸和田市の問題を説明してくれって言ってるんです。岸和田市の問題はどないやってるんですか。ほんで、しかも、爆災みたいなサイトに、問題は何でしょうねって言って、おお、危ないな、目指すんかい。わざわざ今持ってきたやろ。こう目指したらえらいことになるで。動画は撮らないでください。目刺したらどないなんねやって言うてんの。動画は撮らないで。傷害罪でこう事故に見せかけて私の目を失明させようとしたね今ね。動画は撮らないで。怖い人やな。こういう暴力的なことをするのがこう参政党のやり口かね。吉野君はいつ来んやほんで。吉野君は。動画は撮らないでください。説明をしてくれって言ってんの、岸和田の問題を。動画は撮らないでください。皆さんにも説明したらどうですか、市民の皆さんに。動画は撮らないでください。動画を撮らないでくださいというのが岸和田市にとっての参政党の公約ということになりますかね。どういうことなん。いつも、いつも面白いんやけど。動画は撮らないでください。これ中街道はどうなってるの。中街道、これ中街道は、あなた中街道部長じゃないの。部長として部下の皆さんに言うのに、中街道って3人や5人の会社じゃないからね。中街道みたいな大きな会社ですね。部長の挨拶どうぞ。動画は撮らないでください。中街道の部長です、この人が。中街道を代表する人ですよ。中街道って3人や5人の会社でしたっけ。中街道って従業員何おんの。中街道の本社ってどこにあんの。動画は撮らないでください。動画を撮らないでください。株式会社か。動画を撮らないでください。動画を撮らないでください。これ書いたらどうだ。動画を撮らないでください。これ動画を撮らないでくださいとっていう名前をなんか政治家女子48党かなんかいうのをまた新しい作っとるけどね。あれに名前変えたらええねん。ちょうだいよそれ。動画は撮らないでください。それくれへんのチラシは、はい、俺も有権者で岸和田市民の有権者としてこれ1枚もらう資格はあると思うんだけど、私も4月23日古谷英二で書くかもわからんのだけど、動画を撮らないでください。これなんで漢字で全部書かないの。なんか隠してんの。動画は撮らないでください。古い屋敷の屋に英語の A に2というのは小学校でも習う漢字なんだけど、高平さん、なんでそれは説明できへんの。高平さん、はい、動画は撮らないでください。高平です。はい、高平さん、動画は撮らないでください。これ動画を撮らないというのが公約のようです。これ選挙期間中とかどうするつもりなん。動画は撮らないでください。言うとけど、これずっとやるで。神谷、神谷でも呼んでくれんと。動画は撮らないでください。部長、中街路の部長よ。動画は撮らない。中街路としてこのような情けないものを部長にするというか、これどういうことなん。なんで部長なん。中街路ってとりあえずおったら何でもなれんの。何の仕事してんのか知らんけど、何の部長なん。何しての仕事。中街路で何してんの。どんな仕事してんの、中街路で。どこへ行くねん。おいおいおい、これ普通の市民がおったら当たるやないか。むちゃくちゃしょんな。これほんまに暴力的な。これほんで見て、これ日照記を書いてます。あんた軍隊かね、海軍かね。中街路っていうのは軍隊のなんか部品でも作ってんのかね。中街路の人間として中街路に恥をかかしてんだけど。中街路か株式会社中街路か前株かどっちや。中街路の部長としてこれやっぱり説明せなあかんのちゃうの。3月末まで中街路で働いててわざわざチラシ書いてるじゃないの。中街路の約款に定款に動画撮らないでくださいかなんか書いてんのかね。これずっとついていくけど、どこ行くんや。どこへ止めてんねん。チャリンコちゃうんかい。今日はチャリンコちゃうんかいな。まあなあ、今日はなチャリンコちゃうの。西王子から家行って、清水元市議のとこもやね、誰が見たってこれネット右翼やというのは分かるようになってるんですよ。あなたの家もそうなってんのかね。西大路のどこにあるの家。動画撮らないでください。中街路です。
動画は撮らないで。中街路です。餅つきみたいなやったのか、あの奈良の餅つきしてる、ペッタンペッタンすごいスピードでやってるけど、中街路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 ってこれぐらいのスピードでやっぱり中街路の宣伝をしないとですね、部長として中街路の宣伝はせんでええんかいな。中街路の宣伝どうぞ。中街路の宣伝もできないの、あと何年勤めてんの。部長になるぐらいから3日ぐらいじゃないよね。何勤めてんの。動画は撮らないでください。少なくとも1ヶ月ぐらい勤めてるよね。おいおい、どこ行くんや。どこ行くの、おい。宿泊もしてないの、こんなとこ止めてるっちゅうこと。むちゃくちゃやん。これ、満車ですよ。見てこれ、満車なんです。ほんで、宿泊者の駐車場やのに、どこ行くんや、これ。ほんで、止まってもらえないの、これ中入っていくんか。まあまあ、中入って、もうとんずらしてするから行きませんけど、こう怖い人ですよね。止まってもらえないのに、じゃんじゃん入ってて、これ何、トイレから行ったんか。なんかよう分からんけどね。これがまあ中街路の、姿だということで、中街路の部長ですからね。なんかよう分からん、なんで出てきたんやなんで出てきたん、なんか出てきたぞ、なんで出てきたんや。いや、止まってんのか部長、古谷部長、中街路に、中街路に止まってんのか。中街路とちゃおはルートイン止まってんの、あ、ルートインにも止まってないの。これ不法侵入じゃないの、あなた。こうお客さんか。この前あのコンビニのやつで何を断り入れてきたん。どこへ入るって。何や一時入るって。どこへ行くん、どこへ行くん、くる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 回って。大丈夫かおい。これか、この車なんか。あ、じゃあこう落ちたからかい。そっから行けるよ。そっからどこ行くんやって。駅へ、あっから行けんのにわざわざこの後お回りして、よっぽどなんか高平チャンネルをこう映ってほしいという、そういうことなんかな。手振るてるで大丈夫か。この前もあの維新のやつは振るとったわ。維新のやつがね、あの何ですか、子供に綿菓子を作るのに手振るて私の前でやった。え、知りたくのんの。これもう昔タイガーマスクがこんなことやってましたけど、これほんまに、ほんまに知りたくできたんかこいつ。電話してないですけどね。よろしいですかね。勝手に人のやつ取ったらあかんねん。これ芸者で来てるようなやつちゃうから、むちゃくちゃしような、おっさん。私出ません、乗りません、すいません。ということで、こうまたこうトンズラですわ。ほんまこれトンズラがですね、中街路じゃなくて会社の名前もトンズラ街路に変えてですね、参政党じゃなくてトンズラ党に名前変えたらどうかというようなことが、あの古谷様のこの行動で分かっていただけるんじゃないかなというふうに考えております。